国会員は、ロシア連邦議会の会員。1993年に制定された、ロシア連邦憲法によって設置された。上院である、連邦委員ともに、ロシア連邦議会を構成する、議員定数450名。任期は5年。21歳以上のロシア市民に非選挙権が与えられている。ロシア語では、で、国家のドゥーマの意味がある。なお、 ロシア帝政時代の議会も正式にはである。選挙制度は憲法制定当初は小選挙区比例代表並立制を取り入れ450名中半数の225名を比例代表制、残り半数を小選挙区制によりそれぞれ選出していた。2007年ロシア会院選挙より選挙法が改正され完全比例代表制へ移行し、 得票率7%以上を獲得した政党に議席を配分することになった。2016年ロシア会員選挙より再び小選挙区と比例代表により半数ずつ選出する制度に変更。また、比例代表の阻止条項も得票率5%以上に緩和された。2016年9月の2016年ロシア会員選挙ではプーチン大統領を率いる 与党統一ロシアが圧勝し、議会の3、4を超える343議席を確保した。野党である、ロシア連邦共産党、ロシア自由民主党、公正ロシアの3党はいずれも大きく、議席を減らした。反プーチン野党であるヤブロコは議席を獲得できなかった。統一ロシア圧勝の要因は新たに導入された、小選挙区制にあり、二十五小選挙区のうち、 統一ロシアが203の選挙区で議席を獲得した。2011年12月の選挙では、選挙前315議席であった、与党統一ロシアが選挙の238議席と議席を大きく減らした。また選挙で不正があったとして、大規模な抗議デモが発生した。会員内会派。ありがとうございます。